はい、本日は、ビジネスコーチの田井純也さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、田井さんは医療とか教育の分野に対してね、いろいろ思いを持っていらっしゃるということで伺っているんですけれども、まずどのような夢やビジョンを持たれているのかを聞かせていただけますか。はい、そうですね。私はもともと医療従事者でして、まあ、柔道整復師という、まあ、資格を持っておりまして、まあ、整骨院で、まあ、従事してたりとか、まあ、自身でも経営をしてた経験があるんですけども、はい、まあ、その途中で出会ったそのコーチングというものをですね、まあ、その医療と教育に、まあ、届ける、まあ、必要性を知ってもらいたいというふうな思いで、まあ、今年からなんですけども、独立をしたという状態です。そうなんですね。はい、じゃあ今その、ま、具体もうちょっと聞かせていただきたいんですけど、はい、医療や教育現場にその、ま、コーチングっていうものを取り入れながら、どんなこう未来を作っていきたいとかっていう思いはあられますか。そうですね、やはりそのコーチングっていうのは、まあ、対話を重視するんですが、その対話がやっぱり原因で、まあ、医療であればですね、まあ、そうですね、まあ、高齢者に対する、まあ、対応であったり、まあ、教育現場であれば、まあ、先生と生徒の関係性であったりとか、っていうところですね、そこをやっぱり、こう、もっとより良くしたいというか、まあ、いわばストレスのないような社会を作れればなというふうには思っています。はい。はい、ありがとうございます。本当にこの社会の中で生きていく上で、一人では生きていけなくて、必ず人間関係っていうものがね、生まれてくるので、関係の中ではね、ストレスって、必ずこう生まれてくることがあると思うので、軽減できるとすごくみんな生きやすくなりますよね。うん、そうですね、はい、ありがとうございます。今その夢をですね、具現化するためにどのような目標や計画を立てていらっしゃるのかを伺えますか。そうですね、まあ、今、僕自身がその医療従事者という、まあ、経験もあるので、うん、まあ、それを活かしながらですけども、やはりそのまずはコーチングというものがどんなものなのかということを知ってもらう活動のためにですね、まあ、コーチングのセッションをしたりとかですね、あとはその自分自身でそのコーチを育てる育成ですね、ということもやっております。はい、でやはりその、はい、コーチングを知ることによって、まあ、いわばその自己実現であったりとか、目標達成をするということであったりとかを、まあ、叶えてもらえるような、まあ、その個人がですね、自分の人生をより良くするためにそのコーチングを使ってもらえるような環境づくりが、できればいいかなと思って今活動しております。あ、はい、なるほど、ありがとうございます。その、まあ、コーチングっていう道具を使って今ね、夢や目標に向かわれてると思うんですけれども、はい、まあ、心の面でっていうか、こう考え方とか自分の基準として、うん、どんな活動方針を持って活動されてるのか伺えますか。そうですね、活動方針ですか。そうですね、やはりまあ、コーチングを学んで知ったことなんですが、やはりその、まあ、自分をいかに知ることを大事にしながらっていうところですかね。まずは自分を知ることで相手を知ることができるっていうふうに思っているので、まず活動方針としてはですね、まず自分を知ること、そして、やはりその誰かを大切にすることっていうことを、しっかりと考えながら活動しております。すごく素敵ですね。誰かを大切にするって、ま、なんかね、言えるけれども、なかなかそれを自分の活動方針にするって、そんな簡単なことじゃないなっていう、なんか自分のことも知りながら、誰かを本当に、ね、大切にして、関係性作っていけるっていうのは、なんかすごく素敵だなって聞きながら思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今のね、コーチングに出会われて、まあ、最初にお話しいただいたところもあると思うんですけど、まあ、夢やビジョンを持ったきっかけ、どんな出会いによって今の夢やビジョンを持たれるようになったのかを聞かせていただけますか。はい、そうですね、まずきっかけとしましては、まあ、働く中でやっぱり皆さんこうそれぞれ悩みを掲げていることが多いんですね。やはり、患者さんであったりとか、まあ、職場の仲間であったりとか、そういったその悩みをですね、コーチングによって解決したいっていう思いがまず一つあったことが、
始まりなんですね。うん、で、まあ、それから、まあ、時が経った時にですね、まあ、知り合いがやっぱりそのコーチングを、まあ、必要としているっていう、まあ、ことがありまして、うん、でそこからやっぱり、やっぱりこう今いる自分の環境だけではなくて、やはりそのまだ出会ってない方たちに対してですね、うん、コーチングを届けたいっていう風な、思いが生まれたので、まあ、それを大事にしながら、活動していくっていう状態ですかね、うん、はい、なるほど。なんか今いろんなね、あの方と接する機会が多くて、はい、多分いろんな方の悩み聞かれてこられたと思うんですけど、うん、なんか共通するこう悩み、うん、とかってあるんですか？こう共通する悩み、はいはい、そうですね、共通する悩み、共通する悩みとなると、そうですね、やはり多くは自信がないっていうことですかね。はい、やはり自分との関係性、相手との関係性に悩んでいたりとか、やはり何かこう行動ができないとか、まあどこかでこう悩みを掲げているような方が多いのかなっていうのが事実で、はい、まあ、それを解決できるような、僕が手立てになればいいのかなというふうには思っております。なるほど。あのよくね、日本は自己肯定感が低い国だとか言われることありますけど、はい、本当にね、自分に対する肯定感とか価値とかを見出せなくて自信がなくなって悩んでるっていうのは多分すごく多いので、それがねコーチングによってどんどんなんか自分を発見することもできて、なんか癒されていくんですかね、うん、ちょっとコーチングオーダー受けたことがないのであれなんですけど。そうですね、やっぱりそう、自己、ごめんなさい、はい、すいません。なんか話を聞いてもらえるっていうことだけでも、なんかすごく話せる人がいるってことだけでもすごくね、なんかこう助けになるというか、うん、そういうふうなことをなんかされていたのかなっていうふうにはなんか聞いて思いました。はい、ありがとうございます。まさに、はい、おっしゃる通りで、まずはやっぱり相手の思いとかですね、考え気持ちをやはりコーチは、汲み取るというか感じ取ることがすごく必要で、やはりその中で、傾聴するっていうことですね、それが求められるんですけど、まあ、傾聴しながら、やはり相手がどういうふうなことを実現したいのかとか、どういうふうな夢を持っているのか、まあ、極論言えばそのどういうふうな生き方をしたいのかとか、うん、そういうところまで、お話をすることがあるので、はい、まさにその話すことによって相手の、まあ、自己肯定感であったりとか、自己重要感であったりとかっていうのを高めていくっていうふうなことをしています。うん、なかなかね、そう深くまでこう聞いてくれる方ってそんなにこう身近にいなかったりするので、すごくありがたいっていうかね、大事な、うん、存在になりますよね、コーチっていうのは。そうですね、そういうふうな存在でありたいっていうふうには思っています。はい、なるほど、ありがとうございます。あと、もう一点私もちょっと伺ってもいいですか？はい、お願いします。はい、さっきあの医療従事者の方へっていうところは、なんかあの姉さんがやられていたっていうことで、はい、あの多分そこをサポートしたいと思われたんだろうなというふうに思ったんですが、教育っていう方法、はい、あの教育先生と生徒のね、その対話の中でもストレスをっていうふうに思われた、うん、そのきっかけもちょっと伺ってみたいんですけれども。そうですね、やはり教育に関しましては、あの、まあ、今いろんな問題が多いと思うんですね、うん、やはりその虐待であったりとか、いじめであったりとか、いろいろこうあると思うんですけど、やはりそこっていうのが、まあ、一つの原因としては、まあ、コミュニケーションの、不足であったりとか、まあ、コミュニケーション能力の低さが原因だったりもするので、まずそこをですね、コーチングで変えていけるようになれば、やはりその日本の今のこう問題っていうのが、医療問題であったり教育問題っていう、自分の中では2つのこの軸が大きく問題としてあるのかなっていうふうに感じていまして、それをその解決できるのであれば、日本の未来に対してはより良いものが作れるんじゃないかというふうに思ってですね、医療だけではなく、その治す医療と育むその、教育っていうところにですね、フォーカスをしてコーチングを届けたいなっていうふうに思ったっていうことがきっかけですね。なるほど。
今でも日本の未来っていうことが言葉がねキーワードが出てこられたと思うんですけど、なんかこう日本の現状とかに対してこう、はい、なんか問題意識がられたりするのかなと思ってお聞きしたいんですけど、うん、今ねこんな日本だからこんな未来になってほしいとかって思われることありますか？そうですね、やはり、まあ、そのコーチング対話をするっていうところに関してなんですけど、やはりその、相手をやっぱりこう責めてしまうような自己肯定感が低いがために、まあ、人間形成が、まあ完全にできていないために相手を攻撃したりとかですね、うんうん、もしくは自己否定に入ってしまうっていうような環境が今の日本にはあるのかなというふうに感じていまして、うん、それをですねやはりそのコミュニケーションを学ぶことによって、その自分たちの肯定感を高めたりだったりとか、うんうん、自分の行動とかそういうことが変わっていけばですね、やはり今言ったそのいじめであったりとか、もしくはまあ医療であれば、お年寄りたちもですね、自分の最後を終末期を迎えるときにやっぱりより良い自分の求めた、最後っていうのを目指せる、風になるんじゃないかなっていうふうに思っているので、やはり、ね、まあ、あくまでもその問題を、まあ、問題視しないように、できる環境づくりができればいいかなというふうに思っています。なるほど。でもなんか今こう伺う中で、タイさんご自身がこの、まあ、幼少期だったりとか、まあ、学生時代とかにその、まあ、学校の先生とのコミュニケーションだったりとか、まあ、周りのお友達の様子を見ててこう感じることとかもあったのかなって思ったんですけど、うん、なんかそこら辺のお話伺えたら。そうですね、はい、まあ、教育に関しましてはやはり僕たちの時代に関してはやっぱりその教えることですよね。先生の中のその正しさっていうところをやはり教えられてきたっていうふうな感覚がありまして、まあこれをしてはいけないとかあれをすべきだとかっていうふうな教育方針が主だったのかなっていうふうな印象があるんですね。でも今の時代ですね、やはり自分たちで考え引き出すっていうコミュニケーションが教育の中でも必要だなっていうふうに僕は感じていまして、子どもたちの思いや意見考えを尊重できるような教育現場であるためにですね、そのコーチングを使う必要があるのかなというふうには思っています。なるほど。でもそれで学校、本当に学校教育だけ、学校教育もそうですけど、なんか医療の現場も先生って、ね、呼ばれる方々がいて、で、うん、そこに通われる患者さんと呼ばれる方々がいて、うん、そこで先生の絶対があればあるほど患者さんの心も尊重できなくなってしまうこともあるかもしれないし、ね、しっかりコミュニケーションが取れるっていうのは本当にどの場面においてもすごく重要ですよね。はい、まさにそう僕は思います、はい、本当にコミュニケーション一つで全てが変わると言っても過言ではないぐらい関係性変わってしまうし、自分自身に対しての規定も変わってしまいますよね。はい、そうですね。すごく大事な取り組みだなと思います。ありがとうございます。くちなさん何か質問ありますか？いや、すごく大事だなと思いました。別の方に話を、そのいじめの問題に関しても、なんか人権問題を扱っている教育をされている人と話をしたときに、はい、いじめをなくしなさいではなくて、やめなさいって言ってもやめないんだけれど、あなたは大切な人なんだよっていうことを伝えることによってやっぱり変化が起きるっていうことを言ってるんですよね。なんかそことこうすごくつながることをなんか大さんされてるんだなっていうふうにすごく感じました。ありがとうございます。はい、すごい多くの方と出会ってこられてるからこそ多分すごく感じている問題意識というか、なんか問題意識ってすごく重要だと思うんですよね、うん、私。そうじゃなかったら次につながっていかない、はい、今のままでいいやにもなりやすいし、うん、でもなんかちょっと違う、こう変化させたいって思うことってすごく重要だなと思って、でそれをなんか本当にいろんな方に共通して、そして、ね、日本の未来っていうところでなんか見据えてらっしゃるところがすごく素敵だなって、さね、一番自分を知るっていう小さな単位が、うん、大きなその日本の未来、もっと言うならば多分世界につながっていく、なんかそれがとてもなんか素敵だし、本当にその世界が作っていきたいなって私もね、かなり
共感しながら聞かせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。改めて対策に伺いたいんですけど、はい、まあ、こんな未来を作りたい、でそのために、うん、今必要なのがこれじゃないかな、まあまあ、コーチングの必要性もそうなんですけれども、なんかみんながこういうことを意識したらもっとこうなるんじゃないかなっていう、なんかそのポイントがあれば伺えますか。そうですね、こういう未来、そうですね、やはり、言葉にするのであれば、その尊重、お互いを尊重できるっていうことが、やっぱりまずは一番理解しやすいのかなっていうふうに思うんですね。やはりその、まあ、自他ともにその相手を認める、自分を認めるっていうふうな環境づくりができれば、おのずとそういうマイナスな出来事っていうところも、減るのではないかなというふうに思うので、うん、それを見据えた上で、やはりそうですね、どう言いましょう、 対立ではなくて、やっぱりその協力し合うような世界がもっとより広がっていけば一番理想なのかなというふうに思うんですね。でやはりその言葉を人は発しますから、唯一その言葉を使えるのは人だけなので、その言葉の重要性というか、大切だというのをですね、もっとみんなが知って、そこから何か生まれることとか作り出すことがあると思うので、そういうふうなところでですね、まあ、いわば、まあ、ストレスのない社会といいますか、うんうん、本当にシンプルにみんながより笑顔でいれるような世界、未来というものを、作れればいいのかなというふうには思う。いや、もう本当にその通りだなって私思います。なんか協力し合いたい気持ちはあっても、なんか協力し合うことが難しいのもあると思うんですよね。で、言葉一つとってもそれぞれ持つイメージが違うし、受け取り方も違う。でもそれがコミュニケーションがちゃんと取れれば、確認することもできるし、ちゃんと受け取ることもできるし、そうするとね、ストレスが本当に減っていくし、なんか、あ、だったらもっとこうしたらいいじゃないっていうアイデアも生まれていく。そうなったらね、めちゃくちゃみんながもっと楽しく活気にあふれるというか、笑顔にあふれていく社会作れるなっていうのがすごくイメージができました。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、最後口野さん何かありますか。あ、いいですか、うん、じゃあ私ももう一つ伺いたいことがあって、そのタイさんが働いている中で、その悩みを聞いていて、なんとかしたいと思われたと思うんですけど、うん、ぶっちゃけですね、それなんとかしたいと思わない人もいると思うんですよね。はい、なんかそう思って行動までしてされているというところの、そのなんかそこにあるその行動を起こしたその背景って何があったのかなというのをちょっと伺ってみたかったです。あ、そのコーチとしてということですかね。そうですね、コーチを通ってそれを解決しようっていうふうに思わない人も多いと思うんですよね。確かに、そこまで思って今行動されている、はいはい、その原動力って何なのか、ちょっと伺いたかった。原動力ですか。そうですね、はい、まあ、これは医療と、まあ、そのコーチングっていう部分が似てるところなんですけど、まあ、そうですね、まあ、誰かのそのサポート役でありたいっていうところが一番大きくてですね、医療もですけど、例えばですが、その怪我をした方が、その僕たちが怪我を治すわけではないんですね。あくまでも怪我を治すお手伝いをするのは僕たちなんですよね。で、その怪我自身を治すのは自己治癒能力を持った患者さんなんですよ。で、まあ、コーチもそうなんですね。コーチが何か目標とか問題を解決するのではなくて、その人自身がその問題解決をするために僕たちがどんなサポートをするかっていうところなんですね。はい、なのでその原動力っていうのはやっぱりそのあくまでも誰かのためになりたいっていう風な、やっぱそういう思いですかね。はい、そこがその根本として、医療従事者として誰かのその、より良い、ね、ものを提供したいっていうところが原動力になってるのかなっていうのを思います。なるほど、はい、ちょっと最後に1個だけ、はい、誰かのためになりたい、サポートしたいって思われたのって、なんか結構
こう幼い時からというか、うんうん、子供の頃から思われてたんですか？はい、そうですね、一応父親がその同じ仕事をしてまして。そうなんです。で、やはり僕自身が小さい頃に怪我をした時にやはり治療してくれて、それが原体験っていうところになってるというのは確かにありますね。なるほど、はい、でもその時のね、こう愛情とかなんか安心感とか、うん、そうですね、はい、勇気づけられたものとかいろんなことを感じてらっしゃるんでしょうね、うん、はい、まさにその通りだと思います、うん、はい、いやもっとちょっとそこら辺聞きたかったんですけれども今日のお時間が来てしまいましたので今日ここで終わらせていただきます、はい、ありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました、うん、ああ。